はい、こんばんはです。今日はね、水曜日ということで、シルエットの日ということで、シルエットね、ちょっとまたいつものワンパターンですけど、近くから打ってく練習というのをしたいと思います。で、まず始める前にですね、ちょっとシルエット、まあこれね、ちょっと動画矛盾する感じになっちゃうんですけど、まあかなりやり込んでる人はともかくとして、前にも言ってんですけどね、始めたての方はですね、APS カップシルエットに関してはまずプローンの練習を一生懸命した方がいいと思うんですね。プローンって最初ね、ちょっとやっぱね、これはこれで、サイティング戸惑うんですね。ちょっとね、あのサイトの位置が目と若干近くなるんで、ちょっと見えづらいとかね、メガネなんかかけてる方は特にそうなんですけど、それでもやっぱね、打ち込んでくとやっぱプロの方が圧倒的に当てやすい競技なんで、置いて打てますからね。ですので、まずプロの練習をね、しっかりした方がいいと思うんですね。これ始めたての方にとってプロの20点ってすごい大きいと思うんで、ぜひですね、そこら辺ちょっと頭に入れといていただけたらなと思います。と言いながら、スタンディングしか打たないこの動画、ちょっと矛盾してますけど、やってみましょう。今日ことをずっとやってる、6発入れてね、6メートル、まず5個打って、で、6、7、6、6、6、6、6、7、7、7、6、7、8、8、8、6、7、8、9、9、6、7、8、9、10と、こういった予定になっております。で、当てたら1歩ずつ前に出るというね、感じやってますね。で、早速6メートル打っていきましょう。ちょっとね、今週水吹いちゃってね、一回掃除したんですよね。ちょっと想定ずれてるかもしれないですよね。ちょうどいいかな、これ。はい、6メートルクリア。こうやって打っていくとね、6メートルを外すっていうことはないんですけど、意外とね、試合になるとやっちまうんですよね。さて、じゃあ今度6メートルはうまくいったんで、6、7、7、7、7。言ってるそばから外してしまった。6、7。ちょっと危なかったな、今。
やり直し、やり直しですよ。油断だよな。はい、じゃあ今度また今ミスってしまったんでね、6メートルからやり直したいと思います。ちょっと今日寒いんだよな。はい、じゃあ乗ったらまた行きましょう。6メートル、クリーンと。ちょっと今日危ないですね。どこまで行けるかな。じゃあ今度6、7、7、7。時間、足りるかな。なんとかなのかな。じゃあもう一回6、7、7、7、7。やってみます。はい、クリーンしました。時間がやばいんじゃないのこれで。一旦切りましょう。上ギリギリっぽいな。さあ8メートル。
すいません、ちょっと。トイレ行ってきます。はい、それではスッキリしたところでね。すいませんね、汚い話ですけど。じゃあ、今度は6、7、8、9、9。なるわけですね。うわー、ちょっと。なんかでもちょっといまいち今日はなんとか当たっちゃってる感じですね。まあ、行ってみましょう。6メートルから打ちます。さあ、もう一個9。一発でしたな、俺。ああ、右に外したいかな。うわ、なんとかなりましたね。とりあえずなんとか今週はこの6、7、8、9、10、最後の10メートルのところまでたどり着きましたね。さあ、果たして10までいけるかな、これ。では、6メートルからまた打っていきます。ちょっと鳥が引くとき最近雑なんだよな、シルエット一段と。あっ、やばい。終わりました。何やってんだろうな、こういうんじゃいかんな。7メートルとか外した。一応あと2発打ちましょう。ねえ、こうやって丁寧に打てばいいんだよな。はい、ということで本日はこの 10m まではいけませんでした。ということでね、シルエットは難しいと思いますけど、とにかくなるべく近くの的を打つ練習っていうのも、かなり有効だと思いますんで、ぜひやってみてください。で、自分シルエットをね、いくらか当てられるようになってきたのは、
最初はね、なんか左手ね、は、まあ、要するに右手で、まあ、銃保持して左手添えて撃ってたんですよ。で、ある時、ちょっと、とある人に教えてもらったんですけど、ここね、このちょっと出っ張りあるじゃないですか。トリガーガード、ちっちゃいの。ここに、左手のね、見えるかな？ちょっと銃の角度、やばいですけど。ここね、ここに、この、ここに当てると。で、ここでなんとなく銃を支えるというかな、中心にするみたいな感じでね、撃つようにしてからは、割と当てやすくなりましたね。まあそんな感じでよかったら試してみてください。もちろん全然握らないで、もうこういうカゴを作ってね、銃を置いとくと。で、体全体ちょっと反らしてね、体自体がなんだろう、ガンスタンドみたいな感じにするというような感じでね、ちょっとイメージで打ってみたらいいかもしれないですね。まあ、こんなもんでしょう。今度こそ感じがすると。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。